天才ピアニストの深夜おでんどうも皆さんこんばんはこんばんは筋トレしたいな天才ピアニストの竹内ですあっすみですわ <laughs> かんな、ね、いその不謹慎な方法マジで不謹慎やわいやねんけどちょっとこれ聞いてもらっていいですかいやええー、すみなさい <laughs> これええ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 あえええ 浮気されたりとかね人が勝手に休そうな時にあった嫌な時にね。そうそう嫌な時にでてかでんて言っちゃうでホンマじゃあのねっていうのもあ腰が痛いでしょはいでそれやっぱりこの姿勢が悪いしっていうのがあるんですよまあな腰痛腰痛を治すためには背筋腹筋はい背筋腹筋でお尻の筋肉をほぐす はい、っていうのが大事なんですけどやっぱりあのストレッチは意識してさせてもらってるんですよ、うん、寝る前とかに、うん、であのただやっぱりこの根本的に筋肉がつかへん限り解決していかないしあ姿勢悪いなって思うことがむっちゃあるんですよ、うん、自分で自分でそれでも悪いなってめっちゃ思うっていうことは、うん、その度に直してるやろ まあその伸ばすようにはしてるんですけどでもやっぱり結局そのパソコンしたりしたら肩が巻いてきたりそうそう長時間結局無意識の間に良くない姿勢をとってると、うん、でなんかあの猫背ってさ「万病の元みたいな言うじゃないですか言うな、ん、内臓の位置が悪くなってさうでこうつ傾向にもなりやすいというような気持ち的にもあそうです精神的にも,もかそう春日さんぐらい胸を張っていた方がそう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 気持ちにも影響してそうそうそう私もそれをめっちゃ心がけてる あそうですん浅見さんはでもこっちあのんていう反り腰派やんねうんな猫背じゃない派やん気分はこう上を向いてるわけですわそうそうそうこの上を向いてる人にこのに性格悪い人はいてないってよく言うやんそうな今考えました今考えたよねしどろのもどろやったもんなしだらんまだらんこの手は 今嫌なことやったな <laughs> 今嫌な空気流れたから、ね、一掃したんですけどねよそう何か、うん、そのなんかエクササイズとかじゃないですあ、うん、なたが持ってる腹筋腫のやつじゃなくて、うん、あ体幹あの腰痛いから,、うん、からいわゆる足を押さえとってもらってる腹筋とかもで,できないんですよ痛すぎるからじゃなくてあのプランクみたいなとかプランクなああ,ああいうこのインナーマッスル結局あれがでも一番痩せんねんでいや悪いことみたいに <laughs> 悪いやいやいやでもそういうのあプランクとかはここう姿勢とかよくなりそうじゃないですかなんかこのグッと体の芯が体幹鍛えられてなそう体幹鍛えられるっていうことはインナーマッスルが鍛えられてええ代謝がよくなって s n な最悪ってこと最悪地獄何が最悪地獄のザタザタえ二回言うた地獄のサタじゃなくてあっサタだまあまあどちでもいいんですよいやでもね そういういいのをしたいんですよ私はねジムに行ってね、うん、その何もこの器具を持ち上げたいって言ってるわけじゃないんですよ、うん、そんなことを続ける根性もないし、まあ、自重トレーニングやなそうそうそういうのをやりたいあのー、まあやれよって話なんですけどねほなヨガマット孝太郎が。え急に協力的よ上 <laughs> らしいに <laughs> あヨガマット買ってくるんですか、うん、私がやる時にヨガマットヨガマットあった方がいいでしょ うんあったほうがいいあれはどこで売ってるんですかヨガマットはあれはなんかスポーツショップとかああそうかそうかそうか、うん、かわいいの欲しいよなでもなんか色とかああ確かになうんそうだから私一時一瞬だけヨガ習ってたんですけど、うん、ホットヨガ言ってたっけこのラジオで言ってない,いや言ってないな多分言ってない もっと前やもんなっちゃ前やねんけどコロナ前やもんなコロナ前コロナでそれこそコロナでヨガがあかんみたいになってヨガ教室が一回休みになってその時に辞めたんすけどほんまコロナなる前仕事もそんなない時にちなみにね一緒に行きましたそうまつりちゃんんで行ったんやとえ体験に一緒に行ったんやあ多分同期が行ってたんですよねあっ能ちゃんが行っててやめたんですけどんちゃんってこうって ほんでええでみたいなってそこをずっと通ってて私はもう一回体験行ってみようみたいなって行ったんですよホットヨガもうむっちゃ熱い部屋であれ何分ぐらいやったんかな45分ぐらいやった四十五分ぐらいしかもあ後で分かったんですけど行ったやつ結構ハードなやつでしたあそうねもっとストレッチ寄りのやつもあんねんけど初心者バージョンではなかったんやそうだからもう体験の人だけが来るやつじゃなくて普通のコースに そうそう体験の人は1000円かなんか払って払ってそう入らせてもらうっていうやつでほんまに灼熱の中ね結構太陽のポーズとかね私でもやっぱようあんまり動きできへんかったわいやでもそうですでも私も硬いからうわ全然先生の動きと自分の動きが全く違うというかうわと思った自信を喪失して帰ったわうせやほんま。でも 汗めっちゃ出たじゃないですか汗出たなあの時にでああめっちゃ気持ちいいなってなって私は一,、うん、一瞬通ってたんですよ、うん、しばらくの間半年ぐらい行ったんじゃん行ってたと思いますあ<ー>そ,それであ,あれは楽しかったんですけど、うん、あのほ,ほんでめっちゃ体的にも気持ちよかったんですけど、うんあのー、結局ね、うん、汗ボトボトになるんではい 風呂とか入らないあほんでもうそれが面倒くさくなってるね、うん、だいたいだんだんだ楽しさでいけとったけど、うん、だジムとかもそうやんなんか結局シャワー入ってそうやな一回行ったらだからトレーニングして着替えてシャワー浴びてっていうのは結構時間とるもんなうんでもなやっぱその元々スポーツやってまっ、あま、すみちゃんもテニスやってましたけど、うん、あの時のってさこの自分の体が自分の思いに動くっていうのはさ、うん、やっぱりこう一種の 自信につながるじゃないですか,でか自分の体が自分の思うように動かないっていうのを恥ずかしいと思わなあかんなと思ってんね私はいろいろ遠い目してえそれはねそのなんていうの体のいろんな箇所が悪くて動かないっていうことは仕方ないと思うんですよそうですよそういうことを言ってる,、ね、ってるんじゃなくてうん分かりますよ<う>自分が動けるのに、うんうん、動けるのに動かしてないことによって、はい で固まっていく。はい。固まってんねんそれはお味噌も固まってんのと一緒やねそうですね体の一部ですからねそうはいそれが嫌だよね <laughs> 誰やねん急に私それ嫌だよね嫌だねなんかたまらんねたまらんだからや,やっぱりあのこう活発にね動いてる人を見るとこう老若男女かかわらずああ運動しできる、うん っていうのを見るとあ自分今あんなふうに思いっきり走れへん腰痛いとか、うん、筋力弱ってるとか、うん、るでも昔はボール投げられたらそのボールが落ちるまでにそこにこう,うわー走り込むバスケってそうですからサスケやんサスケそうそうそう s スケ <S、うん、<S あのすごいねそのバスケの自分の運動神経がピークの時、うん、高校とかの時は、うん、ほんまにあのさあの体育館の端っこからこう。うん 球投げれる子がパーンと投げるでしょ。うん、そして私はバーンと走っていて。球と追いかけっこや。そう、球が落ちてくるところに走り込んでゴールを決めるという。うそれをいかにこのね、早く行くかっていう。はいはいはい。ほんでなんか、ボールがあったら、まあ当たり前ですけど、まっすぐ走るより、速く走るわけですよ。うんうん、この自分の速度を超えていく感じ。あ,<ー>あんなのはもう私は死ぬまで二度と味わわないんだろうかと思ったら辛いわけ。なるほどな。もうその前世紀の頃なんかは。 もう自分の体がやっぱ好きでしたねあ動けるっていう走れます私っていう、はあ、え一え人の女性が落ち込みました <laughs> 傷ついたなんでそしテニスやってた時にね今より自信があったでしょ自分の動きにいや <laughs> 私でもやっぱそんなに上手じゃないからその思ったようにはそんな動けてなかった 応援頭で自信を築いたのは素晴らしいことですよでも「ナイスボールナイスボール」やねんからほんで今の方が超えてるかいや結構出たあそう昔からじゃあもうあの復式復式っていうのはすごい適当そうやな当時からないやそうやねんなやっぱいやそうやな体動かすでも結構さ芸人さんでも体動かしてる人おるやん全然あのサッカー チチーームムをを作作っったたりり野球バスケもバスケ行ってみたらいやいやもう無理や腰痛いしだからほんま痛める逆にと思うんですよめっちゃ楽しいって言うたでやろうねでもまあほんまに思ったように動けないねマーメイドの田村君とかはい元力コブの孝太郎さんとかが言ってんのバスケ楽しいって言ったでやっぱ楽しいんや まあでも思っったたように動けけなかかっっすけどねといいいいっていいめっちゃ楽しいせやろうなしかも私はもうね、うん、部活動でずっとやってたんですよ、うん、中高大って、うん、その楽しいだけのバスケってやったことないんですよもう勝たなあかん馬ならなあかん、うん、勝たなきゃ意味ないんだっていうこの なんていうの思い詰めた状態でしかバスケやってないから、うん、日々のしんどいトレーニングプラストレーニングがあるもんな、はい、<の>トレーニングありますねゲーム形式だけじゃなくてそう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 ,そうあれはやっぱしんどいよな地味なフットワークとかね、うん、ちゃんとやらへんやつもおるしみたいなこのチームの中でもっとちゃんとやろうとか、うん、もっと声出そうとかこの部活ってさそれ以外の要素あるやん自分が上手くなる以外のこのブー全体の空気とか、うん、あっこたこがもめてるとかまあ,あれはでももうほんま人格形成の大事な人って <laughs> でもあれがむっちゃ大事なんですけど、うん 今その楽しいだけのバスケやったらどん別にシュート外しても誰に攻められることもない、うん、自分が嫌になることもない,なもないラウンドワンやなラウンドワンやなラウンドワンってバスケコート私の接種はラウンドワンにあるやんバスケットコートあるんっけありますよね確かあるかあるあるあるああそうかもしれんラウンドワンかもしれんでもそ意外とさバスケって人数おらんのできやの、うん、最低最低6個かなうわ結構いるな普通の試合やったら55やねんうん 3-on-3 っという一応形になるっていうのが3-3、うん、なんですけど1日では無理か一日おもんない2人で行こうかええー。<laughs> スポッチャ2人でご来店して松本シェフはいやりない、えー、リブル違いもこう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 こでシュートこないしてねこう開い手を開いてやりなさい振動休憩するわコーラ飲んでくるわ動く <laughs> やなしや <laughs> 何をしてんねん休みの日に2人で <laughs> 2> いや運動な運動いや体動かしたいなと思うなあ全速力ももう怪我するだけやで今 全速力で走ってないなな全速力で走っていほんまにやばいほんまにやばい階段とかも避けるもんなそうやんな今日とかもねあのロケ本若のロケで階段ねすし店ビルディングで登るんですけどたった3階だけ上がるだけでもしんどってなったもんなんか筋肉痛なれへんかなとか思ってもんよな明日大丈夫かなってしょうもないよな体結構しょうもないやっぱり運動が必要なんです我々にはあれ夜一緒ににウォーキングかうわこれはやばい昨日の結論逆戻り チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな私もするのよ登録してみたらどうどう